はい、どうもピューキーです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、サムネを見る限りじゃあハテナブロックが一つ、そしてパックンフラワーがその下に生えてて、さらにその下にね、Pスイッチのブロックがあるだけなんですよね。で、あのパックンを抜けるとゴールするみたいな感じだと思うんですけど、ただ一本道めっちゃ狭いよね。あのパックンをね、どうにかして抜けなきゃいけないと思うんですよ。クリア条件は一回もダメージを受けないでゴールね。さてまあ普通にはいけないと思います。とっても難しいクリア率だったからね。まずこのハテナブロックをヒップドロップしたら、待って、10秒以内ね。じゃあすぐにこのハテナブロックをヒップドロップしたら何か出る。またパックンフラワー。これスピンジャンプでいけないのかな。まずこっから普通にスピンジャンプしてみるね。確か壁キックの容量でできたと思うんだよね。あ、スピンジャンプ無理っぽいね。それじゃあ下にパックンを出しておいてスピンジャンプしてみよっか。ほっ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 これもダメみたいだね。うわ、どうしよう、スピンジャンプダメなんでしょ。これヒップドロップして、このパックンが出るあの一瞬の隙間っていうか一瞬の間に壁キックして抜ける感じじゃないかな。ちょっとそれ狙っていってみようか。なんでここでヒップドロップしてすぐ下に降りてスピンジャンプみたいな、多分これなんじゃないかな。なんかいけそうな気がしない。ここでヒップドロップした瞬間にスピンジャンプの壁キック難しい。ちょっと黙っていいですか。いつもの悪さにしてるけど今日マジで黙っていいですかね。えやったいけました。結構早めにクリアできました。どうもありがとうございます。それじゃあ次のトロールコースはこのコース、バッドニューベアーズ、悪い新しいクマということで、クリア率 0.74%、 めちゃくちゃ悪いクマですねめちゃくちゃ悪いクマだと思うんですよ。相当マリオをですね、やりに来てくると思います。注意していきましょう。それじゃあ早速やっていきます。初見殺しあるんかな。あるかいこれは無理でしょ、初見で避けるの。多分しゃがんで避けれっていう感じだね。じゃあしゃがんで避けますね。そして下のこのちくわブロックに乗って、どっち行こう。鍵の方行ってみる。鍵罠っぽくない。っていうかこれもう積んだ感じじゃないの。ちょっと鍵の方行ってみるね。どうせ罠でしょここほらこれ抜けれたらすごくないですか。ほっ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 、それじゃあここは速攻でちくわブロックから降りてって右上に行けばいい感じだね。そしてブラックパックンが待ち受けてるね。ここはパックンで倒して先に進むんじゃないかな。ここきっと隠しブロックでしょ。分かってる笑うのはこっちだよベイベーそれじゃあここは怪しいね。あ、積んだくせ、これ何、コインじゃねえんだよそれじゃあここブラックパックンを倒してすぐ右に行きます。これが正解だね。あの日にさえ気をつければいけるはず。さあ行きましょう、バネで勢いに乗っていきますあの丸太上がらないけんのね。ここはジャンプしていきます。今度こそバネの力を、友達になろうバネ、ナイス次は避けるよちゃんと、あのボブ兵を。さあ行きましょうバネ。カメック、カメックは多分何の意味もないよね。じゃあ上に上がっていきますね。ここはどういう感じだろう。あ、待って、積んだパターンでしょそれでも避け続けます僕。さあ何発でもか。ここはすぐ右上に行けばいい感じだったね。そしたら大砲が落ちてきて、このブラックパックンと一緒に土下に入ります。こっちで絶対合ってるね。さあここは派手な叩いていこっかテレサが出るのか。ハテナブロックが2つあるね。全部叩いていきます。右も、さあテレサが2匹と金魚がちょっとグッパクラウンに乗ったんだけど、いけんのかこれ。ダッシュしてしゃがんでいこう。おっ、邪魔くせえこの魚クラウンそれじゃあここはハテナブロックを1個も叩かないで右にダッシュしていきます。そしてここは左に常にダッシュしていこうか。なんか怪しいよ。このまま走っていきます。これでいいでしょう。ドキャ塗り壁いや、ダッシュは合ってた、ダッシュは多分合ってたと思うんだけど、ここで止まるのが正解。そしてこいつを、待って、なんで一人でどっか行くの。もう一回出して
ここは全然イエイじゃねえだけど、いや全然イエイじゃねえけど、ここは何やられるところみたいな。あ、この子を持っていけばいいんじゃないの。いや違うんか、多分このクッパクラウン取る感じでしょ。あ、よしよしよし、これでいける感じだね。さっきなんで取れなかったんだろうね。ここでジャンプして左にリフトに乗るんだけど、リフトに乗って何もしないのが正解だと思うんですよね。線の通りに行ってくれ。来た来た、危ない危なかったね。この大砲何も出さないのか。じゃあこのままね、ドアに入って月に進みます。そしてここでカロンをゲット今したやんか。このドア入って早めにカロンの甲羅を履けってことだね。こういう感じ次こそ取るよ。真ん中らへんで取ります。ここいや入って入ってマジで次で取ります。ちゃんと履けるように下連打打ちます。下下下連打打た惜しすぎた何回もすみません、こんな場所を見せてしまって申し訳ないと思ってませんけどじゃあここはダッシュボタンを押しておかない、それで履けるっていう感じじゃないのかな。きた、何あの雲。あいつで針のとこに行かせようとしてたってことでしょう。そんな引っかからねえよ。危ない危ない危ない。そしてここは上のパンブロックいらない。どうしよう、一旦ジャンプしてみる。多分パンブロックを叩いたらね、プラパとかこの辺来そうなんだよ。なんでこのまんま右で走っていこう。これで正解なんじゃないの。そしてオンしてすぐ右上のツタに捕まる。勝った、今日勝ったよ。もうここは左はいけないよね。うん、左絶対いけないと思うんだよね。行き止まりだもん。なんでこのままね、黄色にある祝ってくれてる。パチパチ言われたね。多分こっちだったり。さあ速攻で取ります。大丈夫、これは取れる。おっありがてえ。このままいけるのかな。土管にいけるっぽいね。中間優しく取らせてくれたね。鍵取りますか。これは鍵取ります。こっちが正解。ほら、合ってた合ってたそして左上に行こう。え、マジ、どうしよう。ここモグラー、この鍵は合ってて、そしてモグラが出るより早く上に行けっていう感じだね。左に戻ってくんのかな。このドス戻ってこないね。これなんかなんもないか。じゃあ先に進みますね。この辺で下に行くのは間違いだと思います。パブロックを持ってこのえ、重ねてたってこと。パウとバネを。じゃあもうあれだね、バウだね。ここはパウを持ってバネ避けをしっかり避けます。そしてブラックパックを倒して鍵ドアに入る。絶対これでいい。よしよし、この鍵をね一発で取れたのはね、あれ、じゃあ鍵ドア入った瞬間もうパウ投げる連打、もうパウ投げる連打、ナイスパウ投げる連打ってやばくない。日本語がちょっと壊滅的なんですけど、ここはコインか何もなく。待って、危ない。あの日はね、右の方で避けれると思います。ここ、そうでしょ。そしてジャンプして右に渡っていきます。ここは上に行ってみようか。この一気アップのところ、なんかね、裏になんか隠れてんだよね。アイテムでしょキノコかよキノコじゃねえ、クモだねこれ上に行ったらいけなかったんだね。あの一キャップの裏絶対アイテムと思うじゃん。ここ下が怪しくない。大丈夫、これまず何、これバネ広がりすぎでしょ1個落ちたじゃんか。バネ助けろよ、みんな友達だろ、そんなに整列して。なんだこの毒。それじゃあここは何もしないで、もう扉にさっさ入ろっかそしてここは、あ、たまたまパウを持ってたんですけど、あ、たまたまっていうか、ここ雲でブラックパックを押さえてくれてんだね。でパウで倒して土管でいいと思うんだよね。ただ気になるのがこのドクロコースター。笑って分かってます。でも何なんでしょう何あれ何なのあのドクロコースター、何の意味もなかったね。それじゃあ土管に入っていきます。ここはパウで、パウでこのトゲメント倒す、そういう感じでしょ。うまい、うますぎた。でこのはハテブロック叩いて、バネまずい、バネはまずい、危ない超神回避だね。ここもなんか出してくるでしょ。あっつ、この近くの中に追っておいていいと思うんだよね。そしたらあれが降ってくるじゃん、これなんて言ったらわかんないんですけど、このパーツ、火が出るやつ。そしてこの上に渡っていく感じだね。
さあ、ピースイッチがあります。このピースイッチ、このマリオがいる位置で踏めるよね。ここで踏んでみます。どうなる？なんか出てきた。まずい。あそこで投げるやつでしょ。大丈夫？大丈夫だけど大丈夫だけど、あ、この間に下に行けって感じかな。そういう感じでしょ。もう船の運転でもしてろって、こいつは。もうさあ、左か右か、右行こっか。右怪しくない？こっち。ああ、なんでなんで今左行けなかったの。ここね、なんかあるんだよね。マジで左に行けなかったんだよね。ちょっともう一回行ってみていい？あ、ほらほら、今左行けないんだよね。っていうことはこれもう一回やられるって感じかな。このブロックに頼みましょう。来い。扉かオンオフだね。一旦オフしてみようか。この場所でオンするだけじゃ何も変わんないでしょう。そしてキノコを取る。大丈夫、いける。くっそ、やられた。それじゃあここはもう上のキノコ取りません。このドアに入ります。こっちが正解だったね。右左どっち取ろう。あ、待って、これはスターで合ってんじゃないの。左は絶対罠だよね。罠と見せかけてこっちは罠じゃない。そうでしょう。でもその裏を書いてスター取ります。こっちが正解。あ、ピンポン言われた。え、合ってるっぽくない？本当に。これでもさっきと違うパターンでしょ。中間戻すっていう感じじゃないもんね。じゃあ一旦この中間、これが第2の中間だと思うんですよね。そしてここでなんか変わってる、そんな感じでしょ。違うのかな、どうなんだろう。このドア入って次に進みますから。合ってる合ってる。なあ、危ない。いろいろと危なかったね。待って、あのブラパ絶対こっち来ると思ったな。この鍵は、あ、鍵はいらないっていう感じか。じゃあここは走って右に行く、こういう感じでしょ。ハテナはさっきいらないって分かったからね。上か下か。上ね、多分罠だね。なんでここ走っていきます。熱い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 。ここ上だったの、上だったのかな。一旦じゃあ上行ってみるよ。こっちが正解なんでしょ。ほらほらってさっきミスったけど、いやこれもうミスったんじゃないの、こっちね。えもういけないパターンでしょ。この追いかけてくるやつなんかもう無理じゃんか。ひどい用心ひどい用心ひどい用心じゃあここあのかき棒にあのファイヤー出させたらいけないね。だって上から行ってすぐ下に降りて右に行こっか。ここは怪しいぞ。上に行かされるやつじゃないのかな、あのドッスンに。走っていくね。こう合ってたんじゃないこれね。えでこのまま右行こっか。そしてオンオフをします。なんか落ちてくる。上から来いよオンオフをするところまでは絶対間違いない。で、あ、このバネを取ればいいのか。そして上にビヨーンでしょ。どうしよう、カシャーンする。ここカシャーンする前にさ、ハテナ叩くしかない。消された、返してよ今は味方なんだって。カシャーンして上に行きます。さてオンオフをして右にダッシュしてくる感じだと思うんですよね。合ってんのかな。合ってる、信じたい。そうでしょ普通に生かしてくれたね。そしてここは2分の1。左に行こうか。左なんかボム兵がいるもん。あっちが正解でしょここね、多分左に行ったらいけなかったと思うんだよね。あのボム兵が着火してなんか変わった。どうすればいいんだろうね。ここ一旦左行くよ。そしてすぐ乗る感じかな。あ、そういう感じだったんだね。じゃあ次に進みましょう。黄色の土管から出てきて、ちょっと考える時間欲しいね。ここ、このまま当たって右の土管に入る、そういう感じ。これで合ってんじゃないの。うわ、入れねえ。うわ、待って、また火の用心ちゃん。あ、合ってる合ってる。え、ラッキー。こっちは CP1 って書いてるけど多分大丈夫だよね。こっちしかなかったもん。あの CP1 は罠だよ。多分こっちで大丈夫、いけると思います。ほら、これね、左に行っていいと思うんだよね。ほら CP 取れないでしょ。熱い、こっちが正解だよきっと。左が正解、頼む。あれ何回も上に戻されるっていう感じかな。
でもこっちがね正解なのは間違いないと思うんですよ。っていうことはもうゴールかな。どなにマジで戻された感じ。ここさっきと違うんじゃないの。何か違っててよ、お願いだから。マジで戻された感じじゃんか、これ。このままだったらもう同じやんか。戻ってきたんだけど、これ右に行ったらいけないってことでしょ。じゃあパワーブロック持ってよ。このまんま左下こっちの方に行ったら大丈夫だよね。合ってんのかな。マジで合ってる。これパワーブロックはもういらないっていう感じでしょ。うーわ、ここ戻されるんじゃないの。ほら、あーって言われたよ。え、ここでさっき左に入ってダメだったじゃん。次右に入ってみようか。こっちで合ってる。頼む、戻さないで。もう当たってる、絶対当たってる。で、この黄色のとこ入ったら違うとこ。熱い、熱すぎ。で、回転ジャンプで右に行く。あはは、違う、回転ジャンプしたらダメだ。いや、合ってんじゃないのこれ。ゴールさせていただきます、ありがとう。おい、どこに連れてってんの。なんですかこれは。めんどくせえ、ここ。いや、めんどくさくはないんだけど、これ潰されるの待てっていう感じでしょ。いや、待たなくていいんじゃないの。これこのままさ、一旦上に帰ってみよっか。バネが来るから一旦上か、上に帰れねえ。なんで連れていくのよバネをどっかに。もう早送りするよそんなことしたら。早送りしたくないでしょ。頼む、どこにも行かないでバネ。僕が悪かったから、そのままこっちに来て。いやー、さあ戻ってきました。これでゴール絶対できると思います。今度こそ何もしないでパックフラワーに当たって下に降りればゴール。やったあの左のね、死に耐久的なのもめっちゃ気になるんですけど、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。